皆さんどうもこんにちは、おたけです。イエーイ。今、深夜の2時なんですけど、お腹すいた。なんか今、ダイエットしてたんですけど、今回はマジのダイエット。マジでダイエットしてて、マジでダイエットしてるんだけど、もう、ちょっともうむしゃくしゃして、ちょっと、なんかもう、ってなったので、はい。爆食いをしていこうと思いまーす。イエーイ。もう、どうにでもなれ。2021年春。だから、まあ、一個一個、あ、待って、卵割れちゃうんだ。待って、今日は、ローソンで、まあ、食べたいもの、まあ、主にスイーツですね。スイーツを5つと、ジャンクガレージ監修の混ぜそばを、これずっとなんか、店頭で気になってたので、今日やっと、ついに手を出してしまったのと、あとまあ炭酸水と、これを食い散らかしつつ、いろいろね、雑談というか、ちょっと今いろいろ話したいことがあって、みんなに。なので、それを話しつつ、食べていこうかなと思います。イェーイ。本当に、なんか最近マジでダイエットしてて、管理できるアプリみたいなのを入れて、毎日こう一食一食、朝ごはんは何食べました？それをなんか写真で撮るだけで、なんか AI が分析して料理を、なんていうの、解析してくれて、それをね、最近ハマってて、ずっとやってたんですけど、ちょっとね、まあ、限界が来たよね。まあ、おそらく、この食事は、まあ、アプリには記録しないことでしょう。あ、ちょっと待って、もう、すぐごめんなさい。食べろってね。いただきます。ねえ、でも混ぜそば大好きだからさ、待って、ちょっとめっちゃ固まってるんだけど、どうしたらいい？ちょ、炭酸さ、めっちゃ苦手っていうか、あんま強い炭酸飲めないけど、炭酸史上最強刺激って書いてる。大丈夫かな？今日も、皆さん、マジでお疲れ様でしたということで、ロネッサンス。これ飲み物？ちょっと、いただきます。やっぱさ、夜中に食べる麺類ってマジで最強。最強すぎやん、あんたら。もう、君たちのクラスの担任をできて本当によかった。この時間にこんなジャンキーなものを食べていいのかな。913キロカロリー。何、スカイツリーの高さですかってね。でも、ダイエット頑張ろうのモチベってさ、一日の中でエグいほど変わるのね、私。みんなもそうなんかな？すごい、細い女の子見たら頑張ろうと思うけど、その後、彦摩呂さんがテレビで宝石箱食べてるの見ると、あ、いいやってなるよね。うん、その、なんかもう見せないでほしい、私に、そのダイエット頑張ってる時に、宝石箱を。うん、今日の大方面はちょっと違くって。私はちょっと本当にデザートだね、すぐスイーツ食べたくなっちゃう系女子？可愛い系女子なので、なんかローソンのスイーツ大好きなの。本当にもうローソンのスイーツ好きすぎて、もういつも、あ、美味しそうだなと思いながらサラダチキンを手に取る日々を最近過ごしてたので、もうそんなのもサラダチキンなんてもういるか。まず何から食べようかな。でもなんか、これ、全部ね、美味しそう。でも、今日もパンケーキも食べたかったし、でもパンケーキも食べたいっていう気持ちを抑えながら帰ってきたの。だからもうね、パンケーキというパンケーキの欲望、パンケーキの欲望というパンケーキの欲望をね、もうここでもう全てを今込めてるから、これは結構期待値高い。ロッキースモア。これ買う時に、マモエさんも一緒だったんだけど、私がもうどん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 どこどんどこね、その、このスイーツらを、カゴにこう入れるもんだから、ちょ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 ってね、ちょちょちょって止められて、今から、あなたこれ、今日、ぼっちでこれを食べるんですよねって聞かれて、あ、うん、これ全部一人で食べようと思って、でも全部今から爆食で、ね、全部食べようと思ってさ、綾乃さん、あ、うち綾乃さんって呼ばれてるんだけど、綾乃さん、もしかしてだけど、ついに架空のお友達見えちゃってない？っていうちょっと言われて、母親に、私がついに架空のお友達をね、頭の中で作り上げて、幻覚で見えてると思われるようになってしまって、母親にね、ぼっちがその来たす師匠のことまで心配されてしまうっていう、すごい情けない 情けない 結果になってしまったんですけど。あら、全然大丈夫。お友達見えてないよって、これ全部自分で食べる用だよってね、ちゃんと弁解はしておきました。ということでね、まあ一人で食べていこうと思います。めっちゃいいじゃん。めっちゃ可愛い。見て。見えますかね？こちら、ハロの新色の
あ、青みピンク。焼きマシュマロかけるキャラメルナッツだって。絶対美味しいんだよね、そんな。ちょっといただき、いただいていこうと思います。マシュマロ大好き。下になんかチョコが入ってて、で、上のナッツと、この、マシュマロ？ふわふわ感がとても合いますね。で、めっちゃ食レポ急に得意になったんだけど、どうしよう。ナッツがピカンシュに入った。危ね。次どれ行く？ちょっと待って、もう楽しすぎる、これ。こんなん食のテーマパークやこれ。ちょっとね、食レポのね、お仕事をしてみたくて、いつか。ちっちゃい頃からずっとね、あの、夢見てるんだけどね、なんせこう、レポート力がないもんでね。向いてないってね、すごいいろんな人に言われるけどね、まあ、お仕事で食べれるなんて最高じゃない？なんか、いつか食レポのね、あれを、じゃあこちらをいただいていこうと思います。ドラモッチ、いちご&ミルク。あ、危ないよ、もう、暴れちゃって。早くね、食べられたかったんですよね。ごめんね、ほんと。え？いちごなんだけど、でもめっちゃ美味しい。ねえ、この味大好き。あ、危ないよ。まあ、もうカロリー見ないことにした。え、もうあと3個しかないんだけど。え、待って、ここ吸い払いじゃないの？どうしようかな。でも、あ、一応バスチー食べたことあるんだよね。なんか、なんか、これも多分前食べた時も、なんかめっちゃ嫌なことあって、てかすっごい気分がめっちゃ病んでて、なんかで。もう本当にもう無理だわと思って、もう生きてくのもう無理だわと思って、なんかでも、なんかその時めっちゃお腹空いてて、食欲はなかったんだけど、なんか普通にお腹空いたなと思って、コンビニでとりあえず手に取ったのがバスチーで、すごいお行儀悪いんだけど、すごい、なんか夜の駅のホームで一人でバスチーをこうやって、食べながら、あ、染みるなって思いながら、駅のホームで一人でこれ食ってた。私の苦い思い出とともにバスチーありますね。まあ、そんなバスチーをいただいていきましょう。これが美味しいってめっちゃ有名だよね。もう食べるまでもないので食べないっていう選択肢もあるんですけど食べます。わあ、美味しそうな、美味しそうなスプーンの入り方。いただきます。お前神だね。うまっ。え、こんな味だっけ。なんかそう、キャラメルっぽくなった。あ、香ばしさアップ、さらに濃厚ってなってるわ。香ばしさアップしたんだ。そりゃこんなね、焦げ目みたいな見た目してるわ。なんか大学が決まったんだけど、なんかさ、ツイッターとかでさ、ハッシュタグ春から何々みたいなハッシュタグあるじゃん。この春からその大学名入れて、春から何々でお友達探しますみたいな、あれ何、ちょっとついていけないんやが。なんでみんな、なんで大学デビューに先駆けてさ、そんなもう準備万端なわけと思って。早速置いてかれとるやん、私。で、なんかもう結構さ、友達の輪できちゃってんの。この春から何学部何学科です。つながりましょう、みたいなで。あ、私もです。よろしくお願いします。みたいな。え、ちょ、待ち、みたいな。あ、こうやってやっぱ友達できる人って、こう、自ら先陣切って、ぐいぐい、行かなきゃ、やっぱダメなんだなって学んだよね。まあ、多分置いてかれてますよね。確実に。マジで、大学、ちょっと頑張ってみようと思って友達作るの。最初からもう諦めて、はい、私ぼっちですよ。はい、はい、みたいなスタンスで行ったら多分周りに何あいつって思われそうだから。それだけちょっとさせ、避けたいから、最初だけちょっと頑張ろうと思って。私は友達の作り方、大学生の友達の作り方、マジで教えてほしい。え、マジ、YouTube やっててよかった。こういうことが聞けるんだよ。あと失敗談もマジで教えてほしい。みんなの失敗を私は、踏み台にして成功するから。次どっちにしようかな。やっぱブルーパンケーキ最後にちょっといきたいので、サクトロシューいただいていこうと思います。うん、うまっ。え、やばいでしょ。あ、やばいでしょって話だよね。なんかこの前コメント欄で、なんか自分が仲良かった友達が他の子と遊んでて、なんかその子と遊んでる時にもうこの子としか遊ばんみたいな、もううちら最強みたいなストーリーを載せてたみたいな、なんか
コメント送ってきてくださった子がいて、いやマジでなんかその気持ち超わかると思って、そういうの一個あっただけでも終わったってなるくない？もうなんか、あ、私が仲良かった子、あー帰った、あー終わったなーって、そういうのって一個あるともう本当にね、地の底まで落ちる気持ちマジわかる。中学の時友達がとちょっとトラブった時に、なんかいつも仲良かった友達が他の子と急に同盟組み始めてみたいな、同盟ってよくあるんだけど、うちはずっともだからみたいな言い始めたら、あ終わったなと思って、移動教室の時とかもずっと一人でパパパパパって移動して、で教室も居場所ないからトイレ取りこもってみたいなことあったから、マジ頑張ろうな。もうそういう時も私にマジすぐ相談してきて、もう少しでも気持ちが楽になるなら何でも話して、うちらの絆最強やから。食べ方がむずすぎるもうこっちだけまた、君も飛び出したかったんだね。そうだね。ああ、ああ。じゃあラスト、この大本命のブルレパンケーキ、ブルレパンケーキをね食べていこうと思います。ごめんなさい、開けたかったから汚くてごめんなさい。パンケーキ、あ、中に何か入ってるよ。え、やばいやばいやばい。これは天上げ、これは天上げマックスになってしまいました。ごめんなさい本当に。深夜もうね3時に回ろうとしています。頑張ってください、わたげちゃん、頑張ってください。ああ、はい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 、無理だ。おいしい、ブルレやばい、ブルレ、このブルレは罪やろ。まあそんなこんなでね、新生活皆さんいろいろと大変なことも多いと思うんですけど、新生活、まあ、新学期、まあ、コメントとかで全然共有してくれても大丈夫だし、またぜひなんか嫌なことがあったらみんなでこうやってパーティー開いて食べような。今日見てくれてありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録といいねボタン、ん、なんだっけ、コメントよろしくお願いします。プリング、マンジマンジ。バイバーイ。